こんにちは、ゆうです。パートナーのおじくんです。ゆうです。はい、何だっけ、今日誕生日の方おめでとうございます。もう僕のね、今日無課金サバカ芝居のあるやっていきたいと思うんですけど、はい、トラさんが優勝しました。おめでとうございます。もう昨日ね、ほんまに3時頃まで見てたんかな3時頃まで見てて、でちょっと寝不足気味なんですけど、はい、張り切って、声張って、腹から声出して頑張っていきたいと思います。それもそのはずですね。はい、今日からね、魔法石の猫電撃文庫コラボガチャが来ております。はい、僕ははっきり言いますと全くどの作品もしません。はい、本当ごめんなさい。はい、追いつきませんでした。阪神がね、デッドヒートをね繰り広げてたんで、はい、唯一ね、知ってるのはね、この子ぐらいですかね。はい、大阪、もうなんて読むのかもわかりません。はい、確かなんか電撃みたいな感じだったと思うんで、早速ねガチャ引いていきたいと思うんで、こんなんだっけ、電撃こうやって引いていきたいと思います。はい、ちゃんとね、無料分はすべて回収しております。3割のね、きつかったっすね氷めちゃくちゃきつかったんですよ。はいはい、で開催記念電撃文庫コラボガチャいきたいと思います。これが普通のやつか。はい、メインでね1回だけ引いたんですけどね、全部ね確定演出出るから僕びっくりして。はい、であと BGM は僕は地引きします。絶対に地引きし、噛むん書いて。おい、ちょ、僕ね、この動画のためにね、これ置いといたんで、めっちゃ殺し合いも負けまくって、もうこれほんま一日のスタミナなくなったんですよね。はい。ステイルマグヌス。はいはい。武器が？ルーン文字のカード。はい。ちょっとね、最近ね、結構ね、立て込んでてね、全然見れてないんですよね。で、滑舌もね、いつにも増してね、全然調子悪いんですけどね。いつにも増してて、いつもこんなもんか。それでは、これ、クリア報酬引いていきたいと思います。はい。無料から。ダイヤ！まあ、絶対出るんか。んで、なんなら確定演出も作るんやんね。じゃあ、バチバチに行こうか。行こうかって、もうほんまに今日、やばいわ、滑舌。なんかすごい教師みたいな方がおだまり言うてはるわね。マルコシア、おお、いいっすね。へえ、そうだってクリア報酬開催記念電撃文庫クリア報酬多いよね今回。はいはい、よし。ああ、そうか。もう自分で言うて忘れた。よし。はい。はい。はい。おー。スキブメ、メ、メ、モリモリって思った、言おうと思った。メリメリって思った。ちょっと滑舌満たしてほしいね。なんか僕、滑舌の能力が著しく欠落してるんで、最近。はい。はい、じゃあ、それでは、クリア報酬、これ、氷も勝ちました。はい。星8確定ガチャ、電気文庫30周年。おめでとうございます。30フロア、長かったです。これ、3枚で、欲しかったです。はい！これも確定か、これも確定か、これで出たら、いいよねっていう、なんだっけ、レールガンの方が、さあ、そう甘くはないんだす、出すって。ほんまに勝つで全然あかんわ、これ。ご拍子。お、いいじゃないですか、これ。暗闇と、テープ。はいはい、L 字ね。あよし、じゃあね。魔法石7個用意するのにね、3枚でね、ひたすらね、野良回って、はい。
ノラ回って、はい、負けまくって、ボッコボコに負けまくって、はい、購入歴が無料配布7個でございます。それではね、最後に、電撃バチバチの強いと噂の、みことさんですかね、引いていきたいと思います。はい、大阪、サンタイミング。あー、来い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 。え、これもしかして妹、ちょっ僕に響いた。そしたら一応ね、ちょっと回数少ないですけど、結果を見ていきましょう。はい、こんな感じですね。はい、しっかり降臨キャラは2体もとりあえずクリアしております。はい。で、ほんまにごめんなさい。名前がわかんない。ステイルマグンス。はい。マージョリードーさん。はい。いただきのザ・ヘカテーさん。はい。酒井雄二さん。はい。大阪なんかな?妹さん。でございましたね。はい。どうなんすかね、これ降臨キャラとしてはね、結構ね、あの僕無課金サブサブ赤の闇属性キャラはちょっとね、ちょっとまあスキルマにして育てたいなと思ってるんですけど、はい、まあこんな感じでしたね。はい、強いと噂なんで、あとね、その今回はまだ本番じゃないんですよね。月曜日からね、何だっけ、アンドロイドの11周年記念があるんで、はい、それでね、魔法石がっぽりね、コロシアムですね、ミッションみたいなやつ回って、はい、またおかわりしたいきしたしていきたいと思いますんで、はい、どうぞね、その際にね、皆さんもがっつり、まだ確定買わなくてもいいかもね、もしかしたら。はい、いや、珍しく10匹できませんでしたね。はい。それでは、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。よろしければ、動画の評価や、皆さんのガチャ結果なども教えてくださるとよろしいです。よろしいです。嬉しいです。今日全然トークあかんわ、ほんまに。全くあれですね。ちょっと予備知識入れてきたらよかったですね。はい、昨日、寝る前に呪術、アマプラで見に行ったってよかったね。それでは、お会いいたい私、ゆうでございました。よろしければ、概要欄に、X アカウントのフォロー、アカウントと、最近ね、毎日、大体、1時間か2時間、配信させていただいてるんですけども、そちらもね、もちろんパズドラでございます。ミクチャっていうのをね、あるんで、はい、そちらも、ぜひ、リンクから飛んでインストールして、ファンになっていただけると通知とか飛ぶんでね、はい、配信させていただきたいと思いますんで、そちらもよろしくお願いいたします。それでは、お相手は私、ゆうでございました。バイバイ。ほんまにこれで合ってんの?パーンって。